はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回も実戦次の一手&詰将棋ですね、やっていきたいと思います。第1問目、こちら先手番で現在、後手が3二の金を3一金と引いて4一の銀に当てたんですが、これは大悪手で一気に先手に決める手がございます。それを考えてくださいという問題ですね。まあ、5分で3球くらいの問題かなと思います。私が解説やりますと言ったら、そのまま回答解説始まりますので、まだ解けていないよという方、もう少し考えたいよという方はぜひ一時停止ボタンを押して考慮していただければなと思います。ということで、それでは早速回答解説に移らせていただきたいと思います。正解はですね、その3一に引いたと言いましたが、まあ、それをズバッと、ね、5三の馬で取っちゃう手ですね。ズバッとこう取ってしまえば、同玉なら3二金と頭金の筋で詰みますし、さすがにちょっとこの金取られて1二によろけているようでは勝負あったかなという感じで、まあ、3二銀成と、次の2二金からの詰めろをかけておけば、先手勝勢かなというところですね。打速ではございますが、どんな、今詰めろって言ったけど、どんな詰みなのっていうことでちょっと軽く解説入れておくと、例えば手抜きで7五香車とかした場合は、まあもちろんね、3三成銀と取って、同桂に2一、1三銀なのでも全然全く問題ないんですが、まあ、一応ちょっとかっこよく詰まそうということであれば、まあ、1三金と放り込みまして、同桂で退路封鎖して2一馬とね、こんな感じでやるとちょっとねいいかもしれません。はい、ということで次の問題いってみたいと思います。続きまして第2問目にいってみたいと思います。まあ、こちら先手番で考えてください。まあ、持ち駒の金銀、そして5五の銀、2五の歩、3一の銀を使って3人の王様をそこそこ追い込んではいるんですが、ぬるい手ではちょっとこの6八のと金、3九の竜に迫られて後手に大量の持ち駒があるのでやられちゃいそうだなというところですね。ということで、まあどうにかするしかないんですが、その手順を考えてくださいという問題になっています。で、私が、回答解説やりますと言ったら、回答解説始まりますので、もしまだ、解けていない、もう少し考えたいという方は、一時停止ボタンよろしくお願いいたします。それでは、回答解説やっていきたいと思います。はい、正解はですね、4一銀ではなく、2一銀ですね。まあ、4一銀読んだ方もいらっしゃったと思うんですが、これは実は罠で負けになりますんで、後ほど解説させていただきたいと思います。今やるか。まあ、4一銀は、まあ、同玉とかね、やってくれたら4二金見ますし、3一玉も3二金で詰みますね。4三玉も4二金で詰むし、どう見ても正解じゃねえかと思うかもしれませんが、まあ、2三玉とこちらにスルッとかわす手があるんですね。以下、2四金、1二玉なら詰まずに、これ先にちょっと先手玉の方が詰んで、詰まされてしまいそうなんで負けとなります。まあ、一例として例えば3三金でしたら、まあ、6五角が分かりやすいでしょうね。これで5六に逃げる手を封鎖して、5六桂馬と打って、まあ、角でも打っておけば先手持ち駒歩しかありませんので、合駒がもう金寄るしかなくて、同竜か同角成で負けになってしまうという格好になっております。まあ、打速ではございますが、まあ、5六歩でじゃあ桂馬温存したらどうなんのって話なんですが、これもまあ飛車とか打っといて、まあ、5七金なら3八角で詰みますし、まあ、桂馬打っちゃうとね、先ほど言ったように、6九でも2九でも角打たれた時に合駒がないという状況で、やっぱり詰んじゃうというわけですね。ということで、4一銀非常にそれっぽいんですが、不正解。正解はこちらですね。まあ、ちょっとわざとなんか広い方に逃がしそうな感じがして出ない2一銀が正解になります。まあ、4一玉なら4二金だし、4三玉も4二金で、詰みますので、まあ、3一の銀か2一の銀取るしかないんですが、3一銀は3二金で詰みますし、2一銀に、ごめんなさい、2一銀ね。同玉も、2二金ですね。
そしてさっき詰まなかった忌まわしき2三玉、この時に銀が1二に効いているので、2四金と打って、今度こそ1二に逃げられず詰みとなるわけですね。4一銀だと1二玉で逆に負けだったと。はい、ということでまあ、3手詰めなんですが、意外とこれ引っかかった人多かったんじゃないかなと期待したいですね。はい、ということで次の問題行ってみたいと思います。はい、ということで続きまして第3問目行ってみたいと思います。先手玉は6七のと金、5九の竜、そして2八の竜、プラス持ち駒は金銀桂2枚で風前の灯火ですね。これで、ま、持ち駒は風2枚、5一の角、そして6五の角、5五の銀、3一の銀をうまく使って、後手玉をどうにかしてくださいという問題ですね。ま、5分で9ぐらいの問題かなと思います。はい、ということで、まあ、ヒントとしては、まあ、もう、見ての通り、詰ますしかないですね。詰まして、勝ってくださいと、いう問題でございます。はい、ということで、回答解説やっていきたいと思います。まだ、解けていないよという方は、一時停止ボタンよろしくお願いいたします。はい、ということで、回答は、まず、6号の角で3人の金をバッサリとこう打ってですね、ごめんなさい、ちょっと、6号の角で3人の金をバッサリ取ります。でこれ1三玉とかだと2二馬ないし2三金とかで詰んでしまう、同玉と取るしかないんですが、でここでですね、ちょっと形的に4二角成と行きたくなるよって人いたかもしれないんですが、これは2三玉とかわしてちょっと足りないですね。まあ、2二金なら1三玉と。2四馬に、まあ、同竜取られてちょっとつまないですね。ということでちょっと、4二角成だとつまないんですが、先に、この2三に逃げられたら厄介なんで、先に2二金と打ってしまえば、王様が4三か4一に行くしかなく、4一なら4二角成で詰みますし、4三玉も4二角成で、詰むということで、これで先手の勝ちが、確定するという問題でございました。結構ね、金取って金打って角成り詰ますっていうのは割と実戦でも出てくる筋かなと思いますので、ぜひマスターして使ってみてください。ということで3問やっていきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、結構、ためになりました、役に立ちました、ありがとうございますという声はいただくものの、残念ながら再生数の方はちょっとね、伸び悩んでいるということで、ぜひ、高評価チャンネル登録などして、応援していただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画も出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。